東京都練馬区の江古田駅の前にいます。ここに浅間神社っていう神社があるんですけど、ここがね、あの富士塚っていうね、あの富士塚っていうところがあって、まあ簡単に言うと、ちっちゃい富士山ですね。富士山があるんですよ。ちょっとそれを今日登ってみたいと思います。これね、結構日数が限られてるんですよね。はい、ここから入ってきます。じゃあここから富士塚に、上がっていきます。これで、ね、ところどころにね、こういう風にお祭りされてるんですね。はい、登っていきたいと思います。よいしょ、こういう感じでね。はい、もう2合目です。もう2合目です。はい、どんどん登っていきます。これね、あの富士山の溶岩で作られてる山なんですよ。はい、もう3合目です。結構早い。これはね、でも結構早いって言うけど、これをね、富士山から運んでくるっていうのはすごい大変なことだと思うんですよ。はい、もう今5合目にたどり着いてます。5合目です。はい、登ってきます。はい、キッズも山登りしてますね。はい、6合目です。はい、6合目です。よいしょ早いねどうぞ先行ってください。ありがとうございます。はい、写真ですか？そう、ビデオ撮ってるの今。何回目登るの？初めて。じゃあ、奥にいる子が、奥にいる子が1回で、1回。どうしたの？2回目。2回目だぜ。2回目だぜ。すごいね。何回も登ってんだ。はい。ね、みんな元気でね、登ってますけどね。え、そうなの？前は低かったの、もっと。こんな風になってなかった。あ、そうなんだ。こちらに、うん、もうちょっとこうやって、でこぼこなってなくて、うん、池があった。え、池があったの？池みたいなところがあって。へぇー。池みたいなところあるんです。そこ、下にあるけどね、今ね。そうなんだ。じゃあ、誰かがやってんだ。へぇー。何回もこうやって工事してるみたいですね。はい。もうそろそろ頂上が見えます。もうちょっとでね、頂上が見えます。はいしょ。はい、ここ頂上でございます。まあ一応ね、これやっぱり結構上から見るとすごいんですけど、これちょっと今下をね、見下ろしてみますけど、こんな感じなんですけど、これをね、全部その、富士山から溶岩を持ってきて作ってるっていうのがやっぱすごいと思いませんか？ねえ、これを富士山から運んでくるのってすごい大変ですよね。あ、ちょっとここね、社がありますんで、ちょっとお参りをしていこうと思います。よいしょ。よいしょ。社があるのでね。はい。はい。ね、こんな感じで今日、富士山に登ることができました。はい。この浅間神社っていうね、神社、全国に、いろいろあるそうでね。まあ、それぞれの地域で、
登れたり登れなかったりいろいろルールあると思うんですけど、このエコダの浅間神社に限っては年に何回かしか入れないんですよ。だから登れることが貴重なんですよね、本当にね。すごいいいと思います。はい、これから下っていきたいと思います。まあこんな感じで、ビデオの方はこれで失礼します。まったのー。すごいね、おみこしがいっぱいありますね。